こんにちは、バッキーです。お金の大学、両リベ大学長さんが書いた、この本読みました。とこのね、リベラルアーツ大学 YouTube でも僕も、見させてもらって、本当に勉強になる動画をたくさん上げて、くださってて、でその人がね、本出して、ちょっと前から読みたかったので、僕これ買って読みました。で、お金を、どういうふうにこう作っていくかなんですけど、使う量を減らすっていうのと、増やすの、この2つで、あとはなんかこう守ったりとか、5つあるんですけど、貯める、稼ぐ、増やす、守る、使うという、で特に、ね、やっぱり大事なところっていうのは、貯めるところ、どういうふうにお金の支出をこう減らしていくのかみたいな、であったりとか、稼ぎ方であったり、増やすとかもね、資産運用とかの話をしてたりとかしていましたね。守るとかっていうのはね、なんかやっぱりこう騙されないためにはどうしたらいいのかみたいなとか、そういうのみならず、そういう話ですね。騙されないという話なんですけど、結構ね、いろいろこう見直せるところが多かったりして、非常に勉強になるんですよね。例えば、こう日頃の小さな買い物をこう変えていくんじゃなくて、大きい支出、固定支出、電気代であったりとか、なんか通信費とか家賃とか、そういうところからでも大きく見直すことで、固定支出をこう減らすことで、日頃のマイナスの部分をこういかにこう最初にできていくかみたいな、いろんなね、ノウハウが抱えているんですよ。例えば僕、家賃のところが非常に勉強になったんですけど、もう全く知らなかった、そういう事実であること。例えば礼金とかっていうのは、その業者がこう上乗せしている場合とかあったりとか、こう相見積もりとかこう取れるし、仲介手数料は基本的に原則家賃0.5ヶ月分までなんですよ。で、それ以上を仲介手数料多く取ってたりとかしてたら、もう全然それ交渉に挑んでもいいみたいな、仲介手数料めっちゃ取ってたりすることあるらしいです。他にはね、保証会社加入とか火災保険とかあるじゃないですか。こういうのもね、実は自分で選ぶことができるんですよ。指定された保険に入るという義務はないんですよね。害虫駆除、室内消毒とかもね、なんか2万とか大きく捉えたりするんですけど、実はこういうのは、実はこう市販の消臭スプレーをこうシュッシュってやって終わったりしたり、するだけとか多いらしいです。効果ないかいりませんとはっきり伝えましょうみたいなね。いろいろね、ありますよね、本当に。たくさん値下げできるようなポイントってあるんや、みたいな。で、保険の話とかも結構面白かって、なんかどういう保険に入るべきで、どういう保険はこう入ると無駄なのかとか、あとはその国のシステム自体っていうのはやっぱりすごいんだよっていう話とかね、年金のシステムとかも改めてこう教えてくれたりするんですよね。例えばその、有名じゃないですけど、そのこのね、本で一番最初に書いてたのはね、携帯の格安 SIM の話から入ってるんですよね。大手キャリアとかだとね、1万円かかるじゃないですか。でもこれをその、スマホの、格安 SIM とかに変えると、やっぱり5000円以上はなんか安くなったりとか、これがね、年単位でやっていくと、非常に大きな、こう、節約にもなりますよねとか。あとはね、電気代とかもね、電力会社もこう、変えたりとかできるんですよね。で、こう、毎月1000円安くなったりとかするけど、でもやっぱり固定支出なんで大きいんですよね。年間1万円もこう、節約がずっと続くとか、非常に大きいですよね。こういうふうに結構ね、マネーリテラシー上げていくっていうのはね、本当にこう、やっていくことって大事だと思うんですよね。こういかに自分がこう騙されずに使っていくかということと、いかに自分が合法的にずる賢く
お金をこう増やすことができるかとか、あの立花明さんでしたっけ、あの黄金の羽の拾い方とかも、あれは結構やっぱ面白いなと思うんですよ。金持ち父さんとかも、まあ、結局はそういう話だったりするんですよ。いかにそのルールを知っているかっていうところが大事になっていくんですよね。国のルールであったりとかね。でこの中でね結構怖いこと書いてて、僕たち20代っていうのはもう何も知らないじゃないですか。だからやっぱり騙されるケースって多いんですよね。でここのねお金の大学で書いてたんですけど、あのカモになるっていうのは、あの一度カモになっちゃうと、その詐欺、例えば詐欺とかでねあった時に、あの詐欺とかにあって、あのカモられましたとお金取られたら、その詐欺のネットワークでそいつのカモだっていうことが分かったから、そいつのカモからのお金をずっと絞り取ることだけにこう集中が注がれるみたいな、そういう現象とかも起こってしまうらしいです。はい、やっぱり無知っていうのはね、あの辛いんですよね。情報弱者はやっぱり大変なんですよ。だからそういう将来的にね、例えば固定資産とかだったらずっとこういう話知らなかった、あの長期的なねスパンとかで見て100万とかね損失とか出てたと考えたら、この本で1400円でプラス税込みで、ほんま2000、ね、1500円ぐらいでね、あのその100万円とかをこう抑えれるのだったら、非常にこうコスパのいい、なんだろう、素晴らしいアイテムだと思いますよね。やっぱり本はね強いんですよね、本当に。はい、僕ね、あの不動産投資なんかその勧められて、この前で基本的な原則なんですけど、あの バビロンの教えみたいな本あるじゃないですか。あそこで書いてるんですけど、知ってるものには手出していいけど、知らないものには手出すなんていう、まあ、そういう言葉あるじゃないですか。で僕それに従ってね、あの何も知らなかったんで、そのちょっと不動産関係の本、まあ、ちなみにこれもその次にこれも買ったんですよとか読んでみたら、いやマジでこうその知識があってよかったなって思います。本当にもしこれ知らなかったら、僕もまんまと、なんだろう、こう 悪徳じゃないけど、こう引っかかってたのかなって思うので、やっぱり本の力はね絶大なんですよね。これ書物は本当に強いですよ。はい、というわけでね、何回かね読み返して、また自分 のマネーリテラシー上げていきたいと思います。俺は絶対に1000万円稼ぎます。あざっす。